野崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ、ビックリマン選手、今回はセリーグ編ということでね、はい、まあ、今年もセリーグ、はい、ニューフェイスたちが非常に頑張ったなっていうね、はい、シーズンではありましたしね、うん、その中でまさかっていうね、こんだけ頑張るとはっていう選手をね、はい、あの2023年振り返りながら語っていきたいと思いますけども、うん、はい、まずは昨年最下位だった中日から、はい、やっぱりこれは細川でしょ。いや、もうここ一択じゃないですか。現役ドラフトでね、はい、来て、うん、あれだけの活躍、だって最初レギュラーでもなかったもんな、うん、細川だって、はい、秋野だったから、うん、秋野、岡林、大島とかだったと思うんだよね、うん、もしくは鵜飼、ブライドとかどうしようかなみたいなところだったところを、はい、うん、だから出だしから良かったもんね。4月出場試合数は20試合だったけど、うん、3割3人 で5月いきなり3割6分、うん、ホームラン5本、こっからいきなり量産しだして、はい、ちょっとね、シリーズボミで最後の方ね、うん、失速しちゃったからね、はい、ちょっと米、お米かな、それかな、ちょっと失速しちゃってね、力出なかったですね、うん、もしくは食べ過ぎてたか、あ、逆にね、もうあるけども、うん、終盤までしっかりいけば、でホームランはでもね打ってたのよ、うん、5月からね5本5本3本5本6本と、はい、ホームランは途中落ちたけども尻上がりに良かったけども、はい、ちょっとヒット数がね、うん、ちょっと落ちたかな、まあ、ここはね米騒動を生むんじゃなくて、うん、まあ、もう一つとしてはやっぱり相手もバカじゃないから、はい、まあ、研究してくるわけよ、うん、最初はね、まあ、まだ細川もそれまで DeNA でほぼ試合出てないわけじゃん、はい、2022年も18試合しか出てない、うん、20打席、うん、その前も44打席54打席と調べもしないね、うん、そんなバッター、そうですね、だって出てきたところで打率2割打つか打たへんかぐらいなのに、うん、普通にピッチャーのいい球投げてたら、うん、まあ、抑えられるわけよ、はい、っていうところでデータもそんななかったと思う、うん、でその中で相手も研究してきたから、うん、終盤ねちょっと研究されて落ちてきたっていうところはあるけども、はい、それにしてもね、うん、ホームラン24本、はい、だってバンテリンドームで右打者が20本以上ホームラン打ったの、うん、めっちゃ久しぶりなんだよね。あ、すごい、そんなありましたね。多分日本人だと和田さん以来じゃないの、うん、それまで20本打った人いたかなっていうねところはあるけども、はい、うん、でもこれもね DeNA が悪いっていうわけじゃなくて、はい、和田さんとの出会いが良かったね、うんうん、そこをねキャンプからいろんなこともね、はい、やりながら二人三脚でねやってきた結果がこの結果を生んだってなったらね、うん、まだ25歳若いからね、はい、来季に向けてもね、うん、さらなる期待だね、はい、現役ドラフト、あ、いいなってなりましたねこれで、うん、でもその陰に隠れて1年後戦力外になってるやつ相当いるからね。そうなんですよ、ね、だからもう紙一重だね、うん、紙一重ね、やっぱ光もあれば影もあるけどもね、うん、その光の部分をね、はい、になった細川でしたね、はい、ピッチャーはね、うん、松山だね、うん、これはもう未来の守護神候補やろ、はい、確実に。そうですね、うん、まあ、今はねライデル・マルチネスがいるけども、うん、マルチネスがいなくなったらね守護神になるんじゃないのかなっていうところでね、はい、防御率 1.27、1勝1敗、うん、36試合、はい、登板、うん、35.1 イニングでなんと奪三振50、はい、すごいね、1イニング 1.55、はい、取ってるからね、うん、しかも育成からねえ、いいですからね、うん、うん、だちょっとね、うん、四死球が20個とね、はい、あるっていうところがねここからねさらにそこを下げていきたいなっていうところはあるけども、うん、投げてる球はまっすぐ大きで抜群だからね、そうですね、だから俺はこの松山の出現に伴って山本がトレードに出たと思うんだよね。あ、松山が来るから山本が出してもいいなってなって、はい、宇佐美とね、はい、まあ、斉藤のトレードにつながったと思うんだよ、うん、はい、続いて5位ヤクルト、はい、ヤクルトのびっくりは、うん、やっぱりね川端だね。はあ、そうですね、一回ね去年成績が落ちちゃって、うん、はい、いやここ踏ん張りどころだなっていうね、うん、ところもあったんだけども、はい、去年が打率が1割7分5厘と、うん、まあ、なかなかね体の怪我とか調子もあるだろうしっていう中でね、はい、今年また3割1分9厘だからね、うん、ほぼ代打よ。そうですね、うん、だって代打の神様ですよ、本当神様、うんうん、80試合出場で105打席だから、はい、ほぼ代打、まあ、たまにねあの交流戦とかね、うん、DH に入ったりっていうところもねあるしっていう中はあるけども、はい、またこっからしっかりね3割1分くるんだからね、うん、どこまでいけんだろうね、さすがタイトルホルダーだよね、はい、36歳、うん、まあまだまだいけそうだね、
まだそうですね、この感じだとね。すごいよね、守護神から平気で打つもんね、ライデルとかな。はい、なかなか打てへんで、一瞬出てきてな、うん、そこの素晴らしさっていうのね、はい、ここはまあびっくりだね、うん、続いて、ピッチャーはですね、はい、田口やね、はい、マクガフがいなくなって、うん、守護神誰がやるのかって言ったところで、田口ね、はい、防御率 1.86、うん、33セーブ、はい、これはもう30セーブ以上してね、うん、素晴らしい頑張りだったなっていうところもあるし、5敗もしたんだっていう逆に、ね、はい、イメージあるけどもね、うん、まあ、そういったところではしっかりね、フォアボールも少なく、しっかり投げれるっていうところではね、ウィップ 1.08 だから、うん、非常にいいピッチングがね、今年一年続いたなっていうね、オールスターにも選ばれて ね紙レインボーにして盛り上げてましたね。あとやっぱりそのね、ムードメーカー的なね、うん、存在としても勝った後のパフォーマンスはね、うん、あるかなっていうところもあるし、はい、まあ、その陰でね、田口がいなくなったところを何気に抑えた山本も評価してあげたい、ね、あ、そうですね、まあ、ロッテにね、移籍した坂本もね、うん、評価されてますけど、このヤクルトに移籍で山本ね、はい、42試合登板して 2.55、うん、っていうところの成績をね、しっかり左ね、はい、ほぼ一人でリリーフ頑張ったからね、はい、そういった意味ではこの山本のね、頑張りもね、その裏では評価してあげたいな、うん、あ、4位、はい、ジャイアンツ、ジャイアンツ、ジャイアンツのびっくりは、うん、やっぱり門脇だね。そうですね、まあね、坂本が怪我して苦しかった中でね、うん、まあショートね、中山なのか、はい、誰なのかっていうところでね、このルーキーの門脇がね、はい、しっかりポジションを確立したなっていうところでね、だからこそね、坂本がサードに行けたっていうのもあるわけよ、はい、ね、門脇2割6分3厘、うん、ね、しかも今もアジアチャンピオンシップでね、はい、めちゃくちゃ頑張ってるっていうところもあるし、1年目からね、この成績は本当に素晴らしいなっていうね。そうですね、坂本選手の後任が出てきて、本当ジャイアンツとしては良かったですよね。そうそう、 いずれね、うん、作らなきゃいけないっていうところでね、ここでスパーッとね、ルーキーが出てきたっていうね、はい、ところは大きかったね、阿部監督が今年はショート門脇、サード坂本、ファースト岡本だけ決まってますって言わしめてるからね、はい、そういったところではね、すごい、この大きな飛躍っていうところはね、非常にびっくりしたっていうところもあるし、河合さん、仁岡、坂本、門脇って、お、初めて左、はい、ショート、おー、この系譜から言うと、はい、ね、まあ、どうなるかっていうところはね、でも期待されてるからね、この勝負だね、はい、今年まず下がっていくとね、この構想がね、ばらけるから、またショート激戦区になるからね、今年も頑張りにまた期待したいっていうね、はい、ところと、あとはピッチャーも山崎伊織だね。あ、そうですね、うん、まあね、最初入団した時は怪我もあって、それを知った上で2位で取ってね、今年10勝5敗防御率 2.72、 非常に素晴らしい、いや、そうですね、活躍っていう、もう一歩立ちだね、はい、最後らへん見ててもそんなバンバン打たれそうな感じしなかったもんね、ね、9月なんて4試合登板して4回クオリティスタートだからね、クオリティスタート率がめちゃくちゃ高いから、しっかりね、まあ、負けるっていうところはあるけども、しっかりイニングは投げてるっていうね、だから9月もね、やっぱチームがなかなかっていうところもあったけども、はい、クオリティスタート4回なのに0勝2敗なのよ、うん、7月は4試合投げて4クオリティスタートで4勝0敗だからね、すごい、だって防御率 1.91 ですよ、そういった意味では今年ね、非常に頑張って未来のね、戸郷に次ぐっていう ね、うん、そうですね、日本柱が出てきたっていうところは、うん、非常に大きかったし、うん、まあ、プロ入り今年3年目だからね、はい、怪我で入団してきて3年目にしっかり2桁勝てるっていうのはね、うん、いい意味での早い、はい、びっくりだと思うで、うん、続いて3位 DeNA、 DeNA はやっぱりこの選手、はい、関根だね。そうですね、10年目でレギュラーだからね、うん、そんなこともあるんだね、やっぱり諦めたら終わりだね、いつ芽が出るか本当わかんないですよね、まあ、何がねスイッチになるかっていうところでね、うん、はい、この関根のね、今年2割6分1厘、ね、うん、ホームラン4本、盗塁11はチーム内トップ、ね、はい、試合数出るけども、うん、ね、守備固めだったりとか、うん、途中からだったりとか、うん、たまに先発だったりとか、うん、っていうところはあるけども、それをねコンスタンスに着実にやってきて10年目でしっかりで成績を残すっていうところはね、非常に良かった、はい、出だしが良かったもんね、うんうん、なんて言ってもね、インパクトあったよね、はい、いきなりね、関根みたいな、うん、すごいねみたいな、うん、1、2番打たした方がいいんちゃうかとか言われてたからね、はい、最初ね、だから関根もね、あの細川同様にちょっと終盤シリーズボミになってきてるんだよ、はい、成績は。これがプロ野球の難しさだよ。あ、本当だ、まあ、体力的にっていうのもあるけども、うん、さっきね、中日の細川の時も言ったけど、うん、研究されてくるからね、はい、バンバン、うん、でそしたらそれをまだね、打ちこじないけども勝っていかないと成績が落ちちゃうから、研究したものを来年ね、うん、じゃ今年か
持ってこられるからね、はい、それをあの最初からねしっかりやっていかなきゃいけないっていうところと、うん、ドラフト1位で渡れ入ってきてるから、はい、そうだライバルになってくるからね、うん、そこもね、はい、そういった意味では本人ね、うん、油断してないと思うだろうけども、うん、安心することなくね、そうですね、また今年もね頑張ってもらいたいなっていうね、はい、でピッチャーはやっぱ東だね。そうですね、うん、ね16勝3敗、うんね、今年2冠ですかね、うん、防御率 1.98、はい、まあ、東もねトミー・ジョンからの勝ち組っていうところでね、はい、ルーキーイヤーで11勝上げてね、うん、おお今永東と左浜口も含めて左も取ってきて、うん、いやまたいいの取ったなっていうところでね、はい、まあ、ちょっと怪我しちゃって、うん、ね、そこから出場試合数がどんどん減っていって、うん、成績もなかなか出なくなった時に16勝さ、うん、いやすごかった。今もうねエースだね、はい、今永がね、うん、ポスティングでメジャーっていうところを考えるとね、うん、2年連続やっぱ続けていけないといけないからね、うん、今年休むことなく、はい、また頑張ってもらいたいなっていうね、はい、でそしてちょっと私的ビックリマンもう一人、はい、バウアーやっぱやるね、やりましたね、うんうん、いやちょっと怪しかったじゃないですか、やっぱシーズン前はちょっとね、うん、まだ途中からアメリカ帰っちゃうんじゃないのみたいなね、はい、いや本当にちょっと日本でやってくれんの、うん、っていうしたらもうあれだけなんか日本のを楽しませてくれて、うん、仲良くかだかいつかね、はい、バンバン回って結果も残してね、うん、やる気が素晴らしかったですね、うん、俺はいけるよっていう、うん、あとメディアもねバウアー扱いやすかったしね、はい、いろんなネタになるだろうね YouTube も頑張ってたし、あそうそうそうしかも受賞予防だからね、そう受賞してるんだ、バウアーが最後いなくなったのも見たかったな、うん、あの怪我で、そうですね、ね、で続いて、うん、広島、広島はですね、うん、やっぱびっくりは小園だね、はい、やっぱ小園をねいい言いながらも今年で序盤一軍いなかったからね、うん、そういった中でね、はい、しっかり最後はもう小園ショート完璧、完全ショート小園だねみたいなね、うんうん、はい、感じで成長できたっていうところは非常に大きく、しかも3番とか打ってたし、うん、で2割8分6厘ホームラン6本打点31とね、うん、一発もある、その中でね、うん、勝負強いっていうところはね、うん、非常に今年で、ね、びっくりした活躍だったかなと、得点圏内で3割5分2厘だからね、うわそれすごいですね、うん、でね、あのアジアチャンピオンシップにも選ばれてっていうところでね、はい、4月なんて9試合しか出てないからね、7月から来たのよ、どんどん、そうなんか序盤いなかったんで大丈夫かなと思ったんですよね、そうそう、田中康介とかがね、うん、そうだ思ってたって、どうしたんだろうなってなったところで、はい、まあ、ここからね、シーズン途中からっていうね、うん、まあ、今年はね、シーズン最初からやってもらいたいなっていうところもあるし、うん、はい、まあ、広島のね、もうショートは小園で埋まったなっていうね、うん、ところを感じさせられた昨年1年だったかなっていうね、はい、で、ピッチャーは、うん、矢崎ですね、矢崎、矢崎ですね、矢崎、うん、矢崎、矢崎問題あるからね、はい、本当栗林がちょっとなかなかね、はい、状態が上がらなくてちょっと負けが込んでるっていうところでね、はい、誰が守護神やんのかな、交代制なのかなっていうところをね、うん、この矢崎拓也ね、はい、しっかりそこをね担って4勝2敗防御率 2.81 ね、はい、まあ、昨年もね良、ね、かったんですよね、うん、かった印象あるけども、うん、それはね持ち場がね変わって守護神になってもね、はい、しっかりそこを結果を残せたっていうところはね、うん、非常に、あ守護神もいけんだっていうところはね、はい、びっくりしたなっていうところもあるし、うん、チームとしてねもし栗林と矢崎がね両輪になって後ろでねガチッとはまればね、はい、こんな強力なね、うん、方程式はないからね、はい、そういった意味でも非常にね良、まあ、かったなっていうね、うん、まあ、びっくりしたね、まあ、8展開もびっくりしたし、はい、そこでね活躍を残したのは素晴らしかったかな、うん、ね、で続いて、はい、優勝した阪神、うん、木浪師匠、まあそうですね、あ2022年補欠だからね、うん、しかも2軍とか言ってたよな、うん、その中で監督が変わった時に一番変わるのは強くなる弱くなるよりも使われる選手が変わるっていうところで、はい、この木浪のねだって開幕スタメン小畑だからね、はい、小畑が2戦目か3戦目にフォアボール選んでガッツポーズして、うんうん、岡田監督がチームにフォアボールの数を増やしていこうっていうところをテーマでやっていった中であのガッツポーズを見てチームは変わってきたなって確信したって言ってたん でそこのレギュラー争いを勝ち抜いて木浪ね、はい、恐怖の8番木浪と言わしめた、うんうん、あの日本シリーズでの頑張りもそうだけどもこの木浪のね活躍っていうのはだってしかもタイトルも取ったしね、はい、ゴールデングラブ賞 ねそれはもうびっくりなんじゃないの、うん、ね、なんか下位からこう1番につなぐ木浪かっていうね、うんうん、ね、どうしてみたんでしたっけ、うんうん、でピッチャーはすね、うん、もう、うん、やっぱりもうね、うん、浦上大竹コンビだね、はい、ここは、まあ、大竹もね、うん、12勝2敗、12勝2敗やで、うん、
そんなことある？貯金10作ってるんですよ。ゲージドラフトでね、来て、しかも防御率 2.26、はい、完璧やんな、うん、そんなん隠れてるっていうね、はい、なんでホークス出したのって思っちゃうぐらい。そうやっぱ150キロ出えへんからちゃうそこですか、うん、やっぱりそこない、うん、はい、でもね、阪神タイガースの、うん、やっぱ投手は制球力やと、うん、フォアボール出さんやつが一番いいやっていうね、はい、チームにもフィットして、うん、本人もね頑張りもあってね、うん、素晴らしかったっていうところもあるし、はい、村上も10勝6敗、うん、防御率 1.75 だからね、すごいですよこれは。3年目、はい、ドラフト5位で入団してね、うん、村上大竹がいなかったら優勝してないね。そうですね、うん、だから木浪、うん、この3人のね頑張りがチームの総力を上げてね、うん、さらにこの日本一にね、うん、結びつけられたから。日本シリーズでも山本投手に投げ勝ってましたから ねそういったところはでも、うん、いいとは言いながらもね、村上も投げたら打たれへんかったもんね最初ね。ですね、うん、あれ完全試合がノイトノーラン仕掛けてたけど、うん、交代してね、はい、どうなんやって物議もあったけども、ちょっともう無知だったんで、うん、その2軍とか、うん、最初誰って感じでしたからね。そう、それはもう仕方ないよね、うん、なかなかね、うん、っていうところもあるけどね。であと森下選手も良かったですね。そうだね、うん、ルーキーとして、うん、いなかったら優勝してたかもちょっと ね、まあ、あの思い切り感がね、うんうん、っていうところがね、はい、セリーグの2023ね、うん、頑張れたちょっと、ね、おーっていう選手たちをビックリマンとして紹介してきましたけどね。以上の選手たちでした。そうだね、うん、はい、皆さんのビックリした選手は他にいますか、コメント欄お待ちしてます、はい。